2018AG37 は太陽から132.2プラスマイナス 1.5AU という現在知られている太陽系内のどの天体よりも遠く離れた観測史上最遠の位置で発見された天体として知られる太陽系外遠天体である。2018年1月仮設上で存在が示されているプラネットナインの探索中に初めて観測され、 これまで多くの太陽系外縁天体を発見してきたスコット・エス・シェパード、ジャドウィック・トルヒージョ、デビッド・ジェイ・トリンによって2021年2月に発表されたプレスリリースにてその存在が確認された。2018AG37 が太陽からとても離れたところに位置していることから、それを強調してファーファーアウトという愛称が用いられている。 推定される直径は 400km で、純惑星候補とみなせる天体の加減に近い大きさを持つとされる。見かけの等級は約25等級で、世界最大級の望遠鏡でしか観測することができないほど非常に暗い。太陽からあまりに遠く離れているため、2018AG37 は地球から見ると背景の恒星の間を非常にゆっくりと移動しており、 発見されてから最初の2年間では9回しか観測されていない。2018AG37 の軌道要素には非常に大きな不確実性があり、より詳細な軌道要素が判明するにはさらに数年の観測庫が必要となる。2021年10月時点では JPL ホライズ z ズオンラインエフェメル h e m e r s は2005年頃に2018 a g 三十七は太陽から約百三十三 a u 離れた演説点を通過したと予測しているが、その一方でプロジェクトプルートは九百六十年頃に太陽から約百三十五 a u 離れた演説点を通過していると予測している。二千十八 a g 三十七は二千十八年一月十五日にハワイ島のマウナケア展問題にある光景発展に、 メートルのスバル望遠鏡を用いて観測を行った天文学者のスコット・エス・シェパード、チャドウィック・トルヒージョ、デビット・ジェイ・トリンによって最初に観測された。しかし、2019年1月にシェパードが行う予定だった公演が悪天候により延期になったことで、代わりに2018年にスバル望遠鏡が撮影した画像の確認作業を 行うことにした時まで 2018AG37 の存在は認知されなかった。シェパードは2018年1月に1日間隔で撮影された2枚の画像の中で見かけの等級が25.3等級と非常に暗い天体が背景の構成の間を非常にゆっくりと移動していることに気づいた。2枚の画像中における位置に基づいて シェパードはこの天体が、その約1ヶ月前に彼自身のチームが発見を、発表したばかりの 2018VG18 よりも、遠い、太陽から約 140AU 離れた位置にあると、推定した。シェパードは、同年2月21日に延期されていた講演を行い、2018AG37 の発見について、言及し、以前に、 太陽から観測史上最遠の位置で発見された 2018VG18 に使用されていた愛称ファールートを踏まえてファーフアラウトという愛称をこの天体に冗談めかして使用した。2018AG37 の発見に続いて2019年3月にシェッパードがチリのラスカンパナス天文台にある合計6.5メートルのマゼラン望遠鏡を使って観測を行ったところ その存在は再確認された。その後、同年5月と2020年1月に、再びマウナケア天文台のスバル望遠鏡による追加の観測が行われた。2年間にわたるこれらの観測により、2018AG37 の暫定的な軌道会が確立され、小惑星センターによる正式な発見の確認と発表が可能になった。 2018AG37 の確認は2021年2月10日にカーネギー研究所が公開したプレスリリースにて正式に発表された。2018AG37 はその発見以前に観測史上再延の位置にあることで知られていたことからファーアウトという愛称で呼ばれていた太陽系外延天体 2018VG18 よりもさらに遠い位置に存在していたことから ファーハーアウトという愛称が付けられている。正式な名前である 2018AG37 は発見が正式に発表された際に小惑星センターから付与されるカリフ号での名称である。カリフ号は天体の発見日を示すもので 2018AG37 という名称はこの天体が2018年1月の前半の間に発見された932番目の 全体であることを意味している。2018AG37 は観測庫が短く、軌道の不確実性が大きいため、小惑星センターから公式な小惑星番号は割り当てられていない。小惑星番号は通常は4回以上にわたって、小を観測した小惑星に割り当てられる。今後の観測で明確に軌道要素が判明し、 小惑星番号が割り当てられてられると発見者による固有名の命名が可能となる。2021年時点では 2018AG37 は過去2年間の間にわずか9回の観測しかされていない。太陽からはとても離れた位置にあるがゆえに、天球上では非常にゆっくりと移動して見えるため、二年間の観測だけでは正確な軌道を決定することができず、二千十八 AG37 の軌道は非常に不確実なものになっている。軌道の不確実さを表すアンサーティンティーパラメーターは最高ランクの9となっており、軌道の不確実性を改善するには、これから数年間にわたって追加の観測が必要となる。2018AG37 は毎年1月に章を起こす。二年間の観測庫により二千十八 a g 十七までの距離及び、 その位置を決定づける軌道要素である軌道傾斜角と昇降転向径は比較的よく求められている。一方で軌道の形状と天体の動き方を決定づける軌道離心率や平均均転角などは 2018AG37 の動きが非常にゆっくりなので2年間だけではその軌道の大部分をカバーできず十分な精度で求めることができていない。 小惑星センター及びジェット推進研究所の JPL スモールボディデータベースが提供している名目上の最適軌道界によると軌道長半径は約80.2プラスマイナス 4.5au 軌道離心率は0.655プラスマイナス0.021近日点距離と遠日点距離はそれぞれ27.6プラスマイナス 0.2au 132.7プラスマイナス 7.4AU となっている。未だに軌道の不確実性は大きいが、700年程度の公転周期で太陽の周りを公転していると見られる。名目上の最適軌道界における近日点距離の不確実性を考えると、2018AG37 は近日点通過前後の期間では、海洋性軌道を横断すると見られ、 海王星軌道との最小交差距離は約 4AU とされている。2018AG37 の近日点距離が比較的短く、かつ軌道が細長い楕円型になっていることは、過去に海王星と接近した際に強い重力相互作用を受けたことを意味している。このように海王星との接近で太陽から遠いところで細長い軌道を描くようになった。 太陽系外縁天体は他にも知られており、これらはまとめて三卵縁盤天体と呼ばれている。現在でも海洋星と軌道が交差しているため、今後も 2018AG37 は海洋星に接近する可能性がある。2021年時点で 2018AG37 は現在知られている太陽系内の天体の中で最も太陽から離れた位置にある。 2018AG37 は当初は太陽から約 140AU 離れていると推定されたが初期の観測庫が非常に短かったためこの推定は不確かなものだった。2年間の観測庫に基づくと初観測された2018年1月15日時点の 2018AG37 の太陽からの距離は132.2プラスマイナス 1.5AU となる。これは 太陽から冥王星までの距離の約4倍に相当する。発見された時点で観測史上最遠の距離にあったのは現時点では 2018AG37 だが、放物線に近い軌道を持つ長周期彗星もしくは非周期彗星には現在これよりも遠いところに位置しているものもある。現在、紀元前44年に出現したカエサル彗星は 800AU 以上。 1858年に出現したドナティ水星は145 a u 離れたところに位置していると計算されている。しかしこれらの天体は現在ではどれほど高性能の望遠鏡を用いたとしても観測することができない。演日点距離が 2018AG37 より遠い太陽系外遠天体も存在しており、すでに100個以上が知られている。 2018AG37 の想像済みかけの明るさと距離に基づいて、小惑星センターは 2018AG37 の絶対等級を4.2等級と算出しており、基地の3覧円盤天体の中では12番目に絶対等級が明るいとしている。2018AG37 の大きさは直接測定されていないが、キカールベドが0.10から0.25の 範囲だとするとその直径は400から 600km になると見られる。発見者のシェッパードはアルベドが高く、表面には氷が豊富に含まれていると仮定して、2018AG37 の直径はこの範囲の加減に近い 400km 程度と推定している。これは純惑星に分類できる加減に近い大きさで、2018 AG37 は静水圧平行によって回転楕円体のような形状になる可能性がある。ありがとうございます。